今回は3月29日の調整で自身より知力が高い敵の武力マイナス6からマイナス7になったノーマル健康エタンを紹介するよ。計略は指揮音で自身と同知力以下の敵には武力マイナス3の範囲ボーナス。計略は効果時間が控えめで高知力には短く低知力には効き目が薄いという欠点を言うか。今回情報修正の対象となったけど指揮音で武力低下が7になれば武力差でも殲滅が可能で武力克服兵という採用しやすいスペック的にも優秀になったカードやね。前のバージョンでは芯を入れた孫権や長倉新八が環境の中心にあったから計略の通りが悪かったけどは今回の調整で今川義元や陸遜といった知力上昇を伴う号令が情報修正されたからそれらに強い計略として採用しやすいかもね。何を知りたいのですか。人間ごときに羽を焼かれようと。憎しみはありません。このわしが出よう。いい仕事してやるぞ。ここからは私自身の正義に従う。何より優れた弟は認めねえ。強くあらねば。よけい。悪い噂を払ってくださいませ。飛べ流派発動。身の肩流派発動。身の肩飛べ飛べ。憎しみはありません。死ぬ前に退散だ。飛べ撤退しなさい。羽を焼かれようと。拙者に任せよ。滅びなど知らぬ。強くあらねば。人間ごときに。崩せ。ゲロゲロゲロ。うずせ。強き欲はそのまま強き力になる。いい仕事してやるぞ。
ここからは私自身の正義に従う。それ甘すぎる、甘すぎるぜ。苦しみはありません。飛べ飛べ、守り抜く。この俺が死ぬ前に退散だ。撤退しなさい。うら、羽を焼かれようと。人間元気に前期解放。高音2発ずつなら武力3時のいい守りの一発分リード。裏を返せば新兵に武力上昇した状態で殴られたらアウトの場面よね。高音とラレンオーある程度敵陣で戦いたい。宇宙船シャワー。You okay? 生きて再び人間元気に。強くあらねば。無邪気の俺はない。コリューサの力発動。一の方三の方ぶっ刺してやる。圧倒的、圧倒的、圧倒的よ。何より優れた弟は認めねえ。死ぬ前に退散だ。人間元気に。ご視聴ありがとうございました。